はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、サンダードラゴンの液晶外動画となります。サイドとエクストラはこの後に紹介したいと思います。サンダードラゴンなんですけれども、自分のね、昔ね、組んではいたんですけれども、まあ大幅な規制を食らって弱体化してローン受けたんじゃないかと思ってたんですが、心がどっこい、全然まだいけるという環境がまだ適応してるって感じですね。デッキに今の環境が非常にいい環境なので、まあそれに助けられた部分もあるんですけれども、やはりそのパワーは侮れないし、まあ、超雷流が制限になったことによる、まあ、減速もありますから、前世紀よりかは確かに、制圧力が落ちているんですけれども、まだまだ全然戦えるデッキで、大会でも1000級の力を持っていると思います。なのでもう一度組んでみました。それでは早速やっていきたいと思います。メインから、雷鳥竜サンダードラゴン1枚、雷電竜サンダードラゴンが3枚、雷獣竜サンダードラゴンが3枚、雷鳥竜サンダードラゴン3枚、サンダードラゴンが3枚、雷豪竜サンダードラゴン3枚、カオスソルジャー開闢の使者1枚、デオイオーデンチメンが3枚、孤高の獣が3枚、ハルウララが2枚、増殖するジーが3枚、ファンタズメイが2枚、エフェクトベーラーが3枚、モンスター以上です。次が魔法カード、サンダードラゴンフュージョンが2枚、ハーピーの羽ボッキ1枚、封印の黄金室1枚、闇の誘惑が3枚以上です。はい、まあ、全体的に言わせてもらうのは、かなり初手の安定率を重視しました。ですね、まず下級モンスターをどうするかで考えて、それを少なくしてハンド誘発をいっぱい入れると、先行を取ったのに何も動けないなっていう時が多々あったんです。ですので、もうそんなことがないように、もう初動カードを増やし、さらに、上級のサンダードラゴンも可能な限り積む、で他のカードも積むといった感じにしました。罠も一切入れないようにして、初動の安定性を、重視するようにします。じゃあまずは、早速いきましょう。まず雷鳥竜サンダードラゴン、制限カードになったこのカードなんですが、これに頼りすぎて蘇生カードを使ってしまうとどうしようもないので、いかに他のカードに、使わすか、わらしとかジーとかですね、それらを使わしてからこれを出すかによります。素引きしてるとさらに強い、サーチしてからのサンダードラゴンは弱いので、多分雷電竜でサーチするのはほとんど融合が多いと思う。融合をいかに墓地に置きつつ展開をするかですね。で次が、雷電竜サンダードラゴンが3枚、これはもう確定ですね。除外してからサーチをする。でサーチ対象はほとんどの場合雷電竜、サンダードラゴンフュージョンか、サンダードラゴンフュージョンが除外されているならば雷獣竜など、まあ、それらを突破していくのが一番多いかなって感じです。まあ、エンドフェーズにサーチというもの結構あるっちゃ、自身をサーチもね、最悪自身をサーチして、雷鳥竜雷原竜出して超雷流出すっていうのもなくはない。なくはない。で、雷獣竜、サンダードラゴン。これなんですけれども、サンダードラゴンフュージョンを回収するという効果、またはもう超雷流から、除外して2体を並べる効果。まあ、2体を並べて、超雷流出す。で、超雷流と雷獣竜で、雷神竜出す。雷獣竜の効果でデッキから雷電竜を持ってくる。さらに2体リンクを出す。手札にあったカード、例えば雷鳥竜なんかを出して、雷電竜の効果でサンダードラゴンフュージョン持ってくる。そしてサンダードラゴンフュージョンの効果によりデッキから、雷神竜を出すみたいな、そんな流れが一番一般的だと思います。超雷竜を維持するのに固執すると中途半端な場になってしまうので、そこが注意ですね。で、雷原竜サンダードラゴン3枚、ここも確定ですね。サンダードラゴン3枚、ここも確定。で、ここ、雷豪竜サンダードラゴン3枚、3枚にします。普通は2枚なのかな？普通は2枚なんですが、まずうちはもう闇の誘惑が打てないというのを極力消したかった。プラス、突然出てくる雷豪竜ってめっちゃ強いと思うんですよ。正直。突然出てくる雷豪竜はめちゃくちゃ強いと思うので、でも可能な限り積むようにしました。2体並ぶようなこともできるようにする。そのために3枚。で、さらにカオスソルジャー開闢の使者、これも入れました。これは僕の趣味ですね。これは僕の趣味。でも強いと思うんですよね。これほんと強いと思う。めちゃくちゃなんか除外とかされやすいからな、除外とかできやすいし、裏を消しに行けるって結構重要だと思う。結構重要だと思う。で、太陽電池が3枚、ここの毛も3枚、ここも3枚ずつにしました。ここもね、これ完全に3枚ずつにした。で、ハルウララ2枚、増殖するG3枚、ファンタズメイ2枚、エフェクトベーラ3枚。
魔法カードがライル融合が2枚、ハーピーの花火、大きい不意の月、闇の予約、もうここら辺はテンプレートですね。他なんですけれども、まあ、サンダードラゴンのデッキは、多分ほとんどのデッキはハンド誘発マシマシにして、ただトラップも虚無空間とかだけかな、みたいな感じになってると思います。ほとんどの大会用デッキはね、まあ僕もそれにしたかったんですけれども、もうどうやったって最初、先行を取って、何もできませんでしたっていうのが、もうめちゃくちゃ多かったんで、もうそれが我慢ならなかったので、もう初手の安定性重視の構築にしました。初手の安定性でゴリ押し、ゴリ押す。ゴリ押し、ゴリ押しで、さらに、もう、高校帰ってきたら、開脈出すわ、雷合流出すわ、で、うやー、それが僕の、サンダードラゴンの楽しさだと思っています。いや、ほんと楽しい、これは。じゃあさあ、これぐらいかな。じゃあ、エクストラとサイドを皆さんに説明して終わりにしましょうか。じゃあ、カット。はい、オッケー。それじゃあ、エクストラとサイドの、紹介になります。まずはサイドデッキから。屋敷わらし1枚、雪うさぎ1枚、ファンタズメ1枚、ガメシエルが2枚、応戦する字が2枚、モンスターが以上です。次に、魔法カード、ツインツイスターが2枚。で、次がトラップカード。王宮の直命1枚、闇のデッキ破壊ウイルスが3枚、無限抱擁が2枚。じゃ、次が、エクストラデッキ。サクリファイサー2枚1枚、リンクリボー1枚、セキュリティドラゴン1枚、トロイメアフェニックス1枚、トロイメアユニコーン1枚、常夏の雷サマー1枚、マスカレーナ1枚、カオスソルジャー、開脈の、混沌の戦士カオスソルジャー1枚、バレルソードドラゴン1枚、バレルロードドラゴン1枚、早期の騎士、アストラムが1枚。で、融合モンスターが、超雷竜サンダードラゴン1枚と、雷神竜が3枚。以上ですね。それでは早速説明なんですが、まず屋敷わらし、雪うさぎ、ファンタズメイ、ハンド誘発ですね。ファンタズメイを3枚目をここに入れていました。基本的にサンダードラゴンは先行取ったら動きやすいように僕は構築しているので、後攻で入れるカードを多めにしています。ですのでガメシエルもここに入れています。で、応戦する G、これなんですけれども、今のところだと打つのが、例えば戦闘機のホーネットビットだとか、あとは守護竜ですね。生物の守護竜に打つことが可能です。で、これだと、返す方法がものすごく難しいのと、別に自分のターンで位置し続けても、サンダードラゴンの場合って除外されたら全然、除外されても全然痛くないので、墓地にたまらないっていうことぐらいです。で、墓地全然痛くないですから、このデッキだとこれ結構強いかなと思ってます。で、ツインツイスターが2枚。で、王宮の直面1枚。で、闇のデッキ破壊ウイルス3枚。王宮の直面闇のデッキ破壊ウイルスぐらいですかね。先行で入れるの。あとは無限抱擁ツインツイスターは人それぞれと。もちろんファンタズメイもそれぞれですね。まあ、デッキによって、相手のデッキによって変えていきますという感じです。闇のデッキ破壊ウイルスは、無限抱擁と一緒で、ここ2枚にしてトラップトリックにしようかなと思ったんです。で、ここを砂塵の嵐にするっていうのもありました。まあ、ただね、遅いんですよね、それらは。やはり遅すぎるっていうのがあったので、客観してもどれだったら闇のデッキ破壊ウイルスを素引きするようにして、無限抱擁などもするようにしました。そんなもんかな、サイドは。サイドで他いるカードといえば何かな、まあ、モンスターで必要かなっていうんで、先行で入れるのに、まあ、例えば虚無空間とか、あとは神系のカードをどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱり先行よりも後攻の方を考えた方がいいかなと思って。で、先行でそれ入れすぎると逆に自分の動きを阻害してしまうっていうのが多々あった。なので、後攻を多めにしています。じゃあ、エクストラデッキの方いきます。で、サクリファイスアニマ。これはまあそうですね。雷源流から出すことができる。リンクリボンもそうですね。で、セキュリティドラゴンは太陽電池弁との兼ね合いです。太陽電池弁召喚して効果発動して、さらに、例えば雷鳥竜だとか、サンダードラゴン、フュージョンとかを出せば、フィールド上にトークンとモンスターが揃うので、まあトークンをリンクリボンに変化して、サンダードラゴン、太陽電池弁と蘇生したモンスターを、セキュリティドラゴンかトロイミアフェニックスにして展開していくっていうのが結構思うんですね。まあ、それだとね、難しい。入れようと思ったのが、あれですよ。スピリットのサンダードラゴンね、あいつね。あいつをどうしようかな。雷光石火か。雷光石火、スピリットじゃなくて雷光石火ね。雷光石火を入れようかなと思ったんですけれども、ちょっとなんかな、自分の中であんまし、なんか、ビッてこなかった。ほとんど素材にされますからね。ほとんど素材にしちゃうから、雷光石火し。なんか維持できないんですよね。それだったらもう闇デッキでいいかな、みたいな、高校とかして。で、トレメニクス、トレメニクス、ここもいいでしょう。で、雷様とマスカレーナ、ここですね。マスカレーナをいかにここだと出すかです。
マスカレーナ、朝来流、雷神流が最高の布陣ですね。で、マスカレーナの効果で相手単中にトレミアフェニックスを出す。あるいはバレルソードでもいいですし、もうカオスソルジャーでもいいかもしれませんね。戦闘機なんかではカオスソルジャー出したらほぼ積みっていうあれもあります。ほぼね、ほぼ。で、バレルソードドラゴン、バレルロードドラゴン。で、アストラム。アストラムはトロイメアユニコーンと、あと、まあ、モンスターかな。なんか、まあ、リンクリボーかな、何かな。で、超雷竜と雷神竜。これですね。まあ、こんなもんかな。で、今の、ね、環境だとサンダードラゴンで苦手なのはオルターガイスト。これがほんときつい。マジできつい。9-1 ぐらいの不利がある。これに対してどうするかを考えた結果、やはりツインツイスター、ツインツイスター、闇のデッキ破壊ウイルスだったんですよ。これ。もうここを決めるかどうかで変わってくるので、もうこれよ、それよですね。もう闇デッキは。もうオルガよ。オルガとあとまあ村子も大罪よかな。それだけ。まあでも、それでも難しいですけどね。立て直してくると思う。はい、そんなもんですね。じゃあサンダードラゴンのデッキ紹介、終わりにしたいと思います。それではワクテガでした。またお会いしましょう。バイバイ。